私は右手で矢を追いかけ、左手で敵を捕らえた。私を囲む2500両の戦車が我が馬の前でチリジリになった。私は思う存分殺戮した。紀元前1274年、エジプトとヒッタイトはシリアの支配権をめぐりカデシュで激突した。ヒッタイトは間違いなくオリエントの強大国だったが、外縁部に多くの火種を抱えていた。火種の一つがミタンニの支配から解き放たれたかつての大国アッシリアだった。皮肉にもヒッタイト自身がミタンニを滅亡に追い込んだ結果と言えるかもしれない。復権したアッシリアは大国の地位を取り戻すべくエジプト新王国への接近を望んだ。しかしエジプトはアッシリアを同列の兄弟として認めず、臣下とみなしていた。アッシリアと対立するバビロニアのカシート王朝が画策した離間工作の影響もあった。だがアッシリアの軍事力は本物であり、彼らの台頭を止めることは不可能だった。そしてバビロニアと国境争いを繰り広げるアッシリアは未端に丘陵にも迫っていた。この拡張政策は必然的にシリアを含むヒッタイト勢力圏との接触を意味していた。ヒッタイト側はアッシリアへ貴重な鋼を送ることで穏便に済ませようとしていたが、急速に軍事大国化するアッシリアを敵機外交だけで手なずけておくことはできなかった。これはムワタリ2世が総勢4万のうち半数をアレッポへ留め置いた理由かもしれない。そう、彼氏の戦いへ挑んだヒッタイトは二正面作戦を強いられていたのだ。彼氏を目指すラムセス2世はムワタリ2世が策謀した待ち伏せ攻撃の罠にかかった。間延びした4つの渋滞に分かれて進軍していたエジプト軍は窮地に陥っていた。そしてヒッタイトの戦車機動部隊を率いる王帝ハットゥシリ3世は一斉突撃を命じた。完璧なる不意打ち。浅瀬を渡った戦車の数は2500台、搭乗兵は7500名に上った。突如として無防備な側面を襲われたエジプトの第二軍団側は強硬状態となった。渋滞の中央を突破され真っ二つに分断されたエジプト兵たちは混乱の極みにあった。しかし分断された第二軍団側を率いるラムセス2世の王子は即断した。彼は王のもとへ精鋭部隊を乗せた戦車50台を送り届けるために野営地へ向かって失踪した。一方統率を失った後方の歩兵たちはその場に留まるか、あるいは散り散りになった。前方に残る歩兵たちは野営地へ先行していた第一軍団アメンの最後尾に殺到した。ヒッタイトの戦車隊はすぐに戦場へ引き返し最も弱い部分を攻撃するだろう。戦況報告を受けたラムセス2世は一刻も早く自軍の戦列を整えなければならなかった。戦車に乗り込んだラムセス2世は戦場を駆け回り混乱するエジプト兵たちへ叫んだ。諸君、我は10万の兵に勝る。戦場に響き渡った言霊は兵たちの動揺を払拭していた。ラムセス2世は秘密裏に地中海沿岸ルートを進軍する越道隊へ伝令を飛ばしていた。カナン人傭兵2000名で構成された遊撃部隊は未だヒッタイト軍に捕捉されていなかった。単独行動を許された独立遊撃部隊は王が信頼する優秀な指揮官が率いていただろう。カデシュを目指す傭兵たちは戦局を左右する、いやラムセス2世の命運を握っていた。その頃ヒッタイト戦車機動部隊を率いるハットゥシリ3世は全軍に反転を命じた。ラムセス2世は全軍の半数以下の兵で戦車の一斉突撃を受け止めなければならなかった。だがハットゥシリ3世は闇雲に一斉突撃を仕掛けず、より確実な方法を選択した。ヒッタイト軍はエジプト軍や英知を中心として半時計回りに包囲陣を敷き始めたのだ。王は野英知の全周包囲が完成する前に
一刻も早く対抗策を考え出す必要があった。だが5つの神殿に刻まれた碑文によると、ラムセス2世は思いもよらない行動に出る。陛下は馬を早駆けでおすすめになり、呪われたヒッタイト兵の大軍に突進していかれた。たったお一人で、他に誰もお連れにならず、気がつくと2500両の戦車に囲まれておられた。無数の見知らぬ兵士のただ中にあったとき、陛下がすることなすこと、すべて思い通りに運んだ。呪われたヒッタイトに従う異国の兵士たちは、頭から倒れて、互いの上に折り重なった。王には必ず護衛がついており、たった一人で2500両の戦車に勝つこともできない。ラムセス2世が5つの神殿に刻んだ神話のごとき名誉は、言うまでもなく誇張である。しかし、ラムセス2世が戦闘に立って敵に猛攻を加え、戦局を変えたことは確かだろう。王が包囲陣に風穴を開けようとしたとき、歩兵隊は5回にわたる突撃をもって支援した。人は言葉ではなく、自ら七に立ち、行動で示す者に心を動かされるのである。後にローマの将軍カイサルも窮地に陥った時、自ら前線に立つことで味方を奮い立たせた。そしてエジプト軍の戦車は数こそ少ないが機動性に優れた軽戦車であった。対してヒッタイト軍の戦車は最低でも搭乗員3名、馬3頭が牽引する重戦車だった。さらにエジプト軍の戦車戦術は移動砲台とも称される旧兵を用いた一撃離脱戦法だったが、ヒッタイト軍は左右の搭乗兵が接近した敵に対して直接攻撃する戦術を用いていた。重戦車は軽戦車に壊滅的な打撃を与えるどころか、追跡すらままならなかったはずだ。逆にラムセス2世は一撃離脱戦法によって敵戦車をオロンテス川へ追い落としていった。この時ムワタリ2世が率いる予備部隊はオロンテス川の対岸まで進軍していたが、包囲陣の一角が突破される様子を見ても王帝ハットシリ3世へ援軍を出さなかった。これはヒッタイトシルク部隊のほとんどが王帝の戦車部隊に組み込まれていたからだった。ムワタリ2世の手元に残されたのは異国の兵であり、当てにできない連中だったのだ。一方、5回にわたる歩兵の突撃を跳ね返したヒッタイト軍はついにや英知へ突入したが、ファラオの所持品に目がくらみ、あろうことか本来の目的を忘れて略奪を始めてしまった。黄金は人を狂わせる。ヒッタイト軍は戦車を降りて無防備な背を晒していた。そして絶好のタイミングで出現したカナン人傭兵部隊の奇襲攻撃を受けてしまった。カナン人傭兵部隊の出現はムワタリ2世の盤上に存在しない不確定要素であった。だが消極策に徹していたヒッタイト王はこのタイミングで前に駒を進めた。ムワタリ2世が最終的に描いていたのは二重の待ち伏せを用いた強撃であった。ヒッタイト王は戦車1000台、搭乗兵3000名に命じて眼前のオロンテス川を渡らせた。かろうじて陣形を敷き直したラムセス2世はムワタリ2世の6回にわたる強撃を受け止めた。ヒッタイト軍はエジプト軍を破るには至らず、一進一退の攻防が繰り広げられた。日暮れ頃、ついに戦局が動く。突如としてハットシリ3世の後方に一個軍団が出現した。それは無傷で進軍を続けていたエジプト軍の第3軍団フタハであった。エジプト軍から強撃を受ける形となったハットシリ3世は壊滅的な打撃を被ったが、ムワタリ2世の判断は早かった。ヒッタイト軍はすでにカデシュへの撤退を始めていた。形勢は逆転しつつあった。ムワタリ2世は明らかに強撃のタイミングを逸していた。しかし王はラムセス2世を討ち取れる機会を得ながら、なぜ慎重に行動したのだろうか。
それはヒッタイトにとっての戦略的勝利が彼氏を守りきることだったからだ。リスクを冒さず、この要衝さえ抑えておけばエジプト軍のシリア北進を防ぐことができた。事実、ラムセス2世は局地戦に勝利したに過ぎず、彼氏の陥落はついにかなわなかった。この戦い以降、エジプトとヒッタイトの国境線は全く動かず膠着状態となった。戦術で勝利し名誉を得たラムセス2世、戦略で勝利し実利を得たムワタリ2世、本当の勝者は一体どちらの王だったのか。それはあなた自身の判断に委ねたい。紀元前1272年、彼氏の戦いから2年後、ムワタリ2世がこの世を去った。戦死したと思われた王帝ハットシリ3世は奇跡的に生還すると王位を簒奪した。紀元前1269年11月頃、ハットシリ3世はラムセス2世に対して驚くべき提案を行った。銀の条約。それは双方の言語で記録された人類史上最後の相互不可侵条約であった。カデシの戦いは決して無駄ではなく、外交上の妥協を示す見事な結果をもたらした。しかしテーブルについた両国が講和条約を締結するまで長い外交交渉が待っていた。アムル王国の支配権譲渡を要求するヒッタイトに対し、エジプト側も譲らなかった。まず古代世界における交易の中心地ウガリトまで自由に通行する権利を要求した。そこに地中海の港を継続して利用する権利も加えたが、ヒッタイトは要求を承諾した。さらに王位継承規定の相互承認、前例のない犯罪者引き渡し協定など交渉は多岐にわたった。最終的に防衛協定を含む条約を確実なものとするために友好書簡が取り交わされた。だが敵対していた2つの大国が劇的な和平を急いだ理由は何だったのだろうか。一つは資源獲得のために軍事遠征を繰り返すアッシリアの深刻な脅威であった。戦争は大量の戦利品や効能品をアッシリアにもたらし、次なる戦場を探す要因となっていた。もう一つは同時期に古代世界で起きたとされる2つの伝説に求めたい。この頃ギリシアのミケーネはアナトリアを支配するヒッタイトと敵対関係にあった。逆にヒッタイトはアナトリア西岸の反抗的な従属国を抑え込もうとしていた。ヒッタイトの碑文によると、度重なる反乱はミケーネが先導していたという。この紛争はヘレスポントス海峡の東岸にある属国ウィルシャにも及んでいた。そしてトロイアとも呼ばれる城主は明らかにミケーネの支援を受けていた。トロイア第6層の都市が破壊された時代は紀元前1300年から1250年頃とされている。ただ人為的な破壊の痕跡は発見されておらず、トロイア戦争との関連も定かではない。ミケーネの王アガメムノンや英雄アキリウスが実在した証拠も発見されていない。だが少なくともトロイアはヒッタイトとミケーネの間で板挟みにあっていた。つまりヒッタイトはエジプト、アッシリア、ミケーネと同時期に火種を抱えていた。三正面作戦。最悪の場合、彼らは3つの戦線に対応しなければならなかったのだ。一方、トロイア第6層の上に第7層が築かれ、城主が存続したことを記しておこう。そしてミケーネが何かを恐れるように巨大な防壁を築き始めていたことも。エジプト側の伝説には考古学的証拠がなく、旧約聖書の記述に頼ることになる。かつてヒクソスの時代にエジプトへ移住したと思われるヘブライ人たちは自由民であった。しかし400年間にわたる長い年月は最終的にヘブライ人たちを奴隷の身分に貶めた。出エジプト記。モーセに導かれたヘブライ人たちは自由を得るために難民となった。旧約聖書が真実を伝えているとするならば、その年代は紀元前1450年頃となるが、この時代はメギドの戦いに勝利したポトメス3世が治めるエジプト最盛期の一つにあたる。ヘブライ人たちが約束の地カナンへたどり着いたとしても、そこはエジプトだった。
シリアに至る広大な地域を支配したトトメ三世から逃げ切ることはできなかっただろう。ではヒッタイトとの戦いに謀殺されたラムセス2世の時代ならばどうだろうか。ヘブライ人が強制労働を強いられたとされる神都テルラムセス建設の時代と一致する。紀元前1207年、エジプトの碑文に歴史上初めてイスラエルの名が刻まれた。ラムセス2世の時代にヘブライ人たちが脱出したとするならば整合性を取ることができる。これは旧約聖書に記述された年代を無視しており、荒唐無稽な話であることに変わりはない。エジプトを襲った銃の災いや、ましてや航海が真っ二つに分かれた痕跡ももちろんない。一方で定住地を持たないヘブライ人の難民たちは建物や土器を作らなかっただろう。40年間荒野をさまよったとしても痕跡が発見される可能性がほとんどないことも記しておこう。治世24年目、ラムセス2世は個人崇拝と王権の神格化を新たな高みに引き上げた。アブシンベル大神殿、王は最愛の伴侶大王妃ネフェルタリと共に落成式を挙行した。名実ともに頂点に達したラムセス2世には一つだけ気がかりなことがあった。この頃地中海沿岸やナイル川河口では異民族による襲撃が増加の一途をたどっていた。ラムセス2世は誇りと威厳に満ちた壮麗な知性が脅かされることはないと確信していた。だが息子たちは、海の方角を見つめるラムセス2世の懸念は次の代であった。大海は人々を分かつのではなく、人々は大海を通して開港する。もたらされる結果は繁栄か、それとも破滅か。母なる海は黙したままだった。プリアモスの都は大国の狭間で翻弄された。轟音とともに城門が破られ、死が満ちていった。剣で刺され、血まみれのまま横たわる母、悲鳴を上げながらその間を這いずる子、至る所で響き渡る断末魔の叫び。あらゆる者たちが残り最後を迎えた。仮初めの和平を結んだところでいつまで続く。支配者たちはすぐに争いを始めるだろう。もういい、もう見たくない。私は無意識に願ってしまった。そして大罪悪が始まった。私は破局を止めようとしなかった。